はい、こんにちは、DIG です。今回、リミックスコンテストのシーズン4ということで、アビーチの Without You を、リミックスするということで、まあ、あとその今回縛りということで、シンセ1、まあ、新規というか、なんていうんですかね、ステム以外の使用音源はシンセ1のみということで、ですね。での、シーズン4ということです。で、それで、まあ、1曲作ったので、それの解説動画ということです。で、早速なんですが、まずこの、今回ですね、その、どういうふうにリミックスするかっていうのを、まあ多分皆さん、最初に考えるかと思うんですけれども、僕の場合はですね、まあとりあえず、いつものように、元の曲のコードをバッとピアノで、弾けないピアノでですね、入れていくと、入力していくっていう形ですね。で、今回も多分、そんなに、難しいコードが使ってなくって、こんな G とか、A、B マイナー、D とかですね、っていう感じでザザザザーっと取っていきました。それがこのコードってやつですね。で、まあキーが確か F マイナーかなんかだったと思うんですけど、で、どうしようか、そこからどうしようかなという時に、まあアビーチって言ったら僕的には Wake Me Up っていう曲、これもかなり有名だと思うんですけど、なんかもうそっちのイメージが強くてですね、どうしようかなと思って、ちょっと、そっちの Wake Me Up のコードをちょっと見てみようと思って見たらですね、まあほとんど同じなんですね。で、キーが確かその Wake Me Up は F。で、この Without You が、F マイナーということで、まあ、F と F マイナーなので、ほとんど変わらないっていう感じなの で、まあ、ちょっとその音楽理論的には難しいところというのはあんまよくわかんないんですけど、まあ、基本的にはコードの構成とかもダイアトニックコードの構成とかもまあほぼ同じっていうことなので、まあこれいけるんちゃうかなというところがあって、でまあ乗っけてみたら意外になんか乗るなと思ったんで、よしもうこれでいこうということで決めました。でまあ最初からなんか丸出しするのもちょっとどうなのかなっていうところがあったので、まあ中盤から、一気に盛り上げる時から、例のシンセのフレーズ入れていったら面白いんじゃないかなっていうので、やってみました。ですのでまあ最初はだから、この Without You の、ピアノ、これですね、この辺のピアノ、Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me, like the... これは単純に、ピアノの元々のやつを、ひっくり返してちょっとリバースっぽい、使い方をしているだけですね。なのでまあまあほぼ、まあ、これは外れることないかなという感じと、あとまあこれこの辺のシンセ1のピアノの、これシーケンスかなんかですかね、フレーズを、まあ、かぶせてる、あ、ピアノか、あ、そうか、こう、多分この辺の、これかな、この前なんかセールだったという買ったやつで、なんかキラキラする音になるっていうやつなので、まあそれで、ピアノをキラキラさせて、合わせてちょっと雰囲気付けをしたっていう感じですかね。で、
まあ、あとこの新世ワンなんですけど、これ見てもらったら分かると思うんですけど、これもうかなりなんかいろんなエフェクターとかをもういっぱい挿してるんですね。でやっぱり元々のちょっと音だと僕は使い切れなかったので、もうかなりのエフェクター頼りっていう感じですね。なので、まあ、ちょっと、今回かなりその辺が厳しかったかなと思いますね。まあ、こんな感じで、もうこれ聞いたらこんな感じなんですね。うん。はい。なので、まあ、でまあそうですね。で、この辺はもう Without You のキックをもうどっかからどっかの部分から持ってきたやつをザッ並べて貼ってるっていう感じですよね。なんでもうほとんどキックはもうそれ、元々の曲から引っ張ってきた。であと上物というか、スネアとかハイハット関係はまあまあ、シンセワンも、そこそこ使えるかなっていう、まあこれをちょっと加工していこうかっていうところでやったんですけど、これですね、これ確か、ラフライダーズってこれ多分フリーだったと思うんですけど、いわゆるバカになるスネアみたいな、バシャンっていう音になるような、もうめちゃくちゃコンプかけまくってる感じなんですかね、を、まあ使ってますね。こんな感じで、まあ、そんなになんかあんま変わらないかな。こんな感じで、まあ、1個ずつちょっとやっていったって感じですかね。あ、これとかよくわかりやすい。ちょっとクラップみたいな使い方ですね、これはね。これ切ったら。で、まあ、ハイハットとかも何種類か、種類に分けて作っていって、でですかね。でまあこの辺のコードベースとかももうこれ、なんかもうちょっと刺していくうちに何を刺してるのかよくわかんない感じになってくるぐらい刺したっていうところなんですけど、まあそれぐらいちょっとやらないとなんか。すっぴんだとこんな感じなんですね。すっぴんはちょっとこれ見れたもんじゃないなっていう感じで、これでまあこれでちょっとがっつり厚化粧していくって感じですかね。はい。であとまあまあ今回そのWake Me Upのまあ、MIDI 拾ってきて、それをこう各所に散りばめていったっていうところなんですけど、まあなのでこの最初の曲の入りの部分はもともとのその Without You の、雰囲気でいきつつ、中盤ぐらいからまあだからブレイク前ぐらいからちょっとずつなんかこう耳をなじませるというか、なんかそれなりのフレーズをちょろちょろ散りばめていく感じで、まあ多分気づく方はこの辺で気づくかもしれないんですけど、そういう風にじわじわこう、なんかちょっと来てるなみたいなところで、聞かせていくっていう構成にしましたね。なのでこの辺りからはこれとかも、もう、
下のこいつがこいつがこう入ってるから、なんとなくそれなりに、聞こえるんですけど、この辺とかも、まあ、ちょっと若干リズムを変えたりとか、まあ、ほんと一個だけ変えたりとかっていうぐらいでちょっとずつちょっとずつこう登場させるっていう、多分これ結構いろいろ使われる手法なのかなと思ったりもするんですけど、で、ちょっとずつ言っといて、ここでこう繰り返しのこうちょっと引っ張る感じのずっと同じフレーズをこう繰り返しでいってで、まあ、ここでちょっとここはちょっと変えてますね。ボーカルのコード感にちょっとなんとなく耳で合わせてっていうところで、ここですよね。でドバーンと、例の、シンセフレーズが入ってくるんです。まあ、これも、ね、シンセ1だけなんですね、これもね。ギターリグ、あ、そう。でね、このギターリグとか、多分コンプリートとか持ってる人とかは、もう入ってると思うんで、あれなんですけど、結構ね、これ、いろんなエフェクター、まあ、当然、あのギターのエフェクターなんで、あれなんですけど、結構あのこのプリセットをパラパラパラってなんか適当にシンセとか、その辺にこう当てはめてあげるだけでも意外にね結構音変わったり、ガッツが出たりするので、これ結構おすすめですね。なんでこれもそっちまあそう、まあ、そこまで変わるかっていう感じですけど、でもまあまあ、まあこれはそんなにこうがっつり、変えるあれではなかったんですけど、うん、これとかかなり変わりますよね、これね、うん、こうなんかこうなんかファミコンみたいな音からこうやっぱりちょっとガッツが出るかなと思うんですね。そうなんで、やっぱこの音出すのに結構やっぱりどれぐらいかな、やっぱ1時間2時間ぐらいは多分かかってると思うんですね。まあ結局ね、このシンセのメロディーがやっぱりもうこれしかないみたいな感じなので、この曲としては。そうなので、まあちょっとここは時間がかかったかなというところですかね、うん、でまあもうここからは、完全にウェイクミーアップのコードとか、あとアルペジオの、リズムとかメロディーに乗って、まあ、あとこの、シンセ1の、ハットとスネアで、まあ、このキックはもう元々のウィザウチューの、このキックはやっぱさすがにシンセ1で作ろうと思ったらちょっとね、挫折しましたので、これはもう、サンプルから持ってきて、もう持ってくるしかないなという。で、あとこの辺の、ドカーンっていうかっていうような FX 系も、もう、もともとのやつ。この辺はやっぱちょっとさすがにシンセ1じゃちょっと作りきれなかったので、っていう感じですかね。なんで、まあ、この、
ここだけでちょっとリズムだけで結構踊れるようにはしたいなっていうところがあったので、まあちょっと、音色いじったりっていうところですかね。で、まあこのベース、これもすっぴんはもう、ちょっと見れたもんじゃないような、感じですね。だからこんだけもうなんか、これも多分ね、聞いてるのか聞いてないのか分かんないんですけど、まあとにかく、もう重ねていって、なんとか、圧を出していくみたいな感じでしたね。はい。まあちょっと今回はそんなに、その、まあ、このシンセワンでの、音を作るっていうのに、この、まあ、いっぱいこの、させていったっていう、まあ、あとは本当に、こういうのとかも本当にシンセワンを使ってますよっていう証明みたいな、まあ、意味合いの動画になるかなっていうところですね。なんで、まあ、ちょっと正直、このすごいね、バギーなんですよね、このシンセワンが。Mac の場合、これも、例えばですね、これ、ここのボタン効かなかったりとか、なんかこんなね、跳ねちゃったり、これ、プリセットも開いたらビューンってこう矢印が飛んでいっちゃったりとか、あと、ちょっとね、あれ、これもちょっと、取り方がわかんなくなっちゃった。落ちたよ。まあでもこうやって落ちるんですね、触ってる時に。なのでこれがね、ちょっとええー、今開いてますんで、もうね、ほとんど作業のどれぐらいですかね、半分ぐらいはこの落ちて読み込んで落ちて読み込んでの繰り返しっていうところなので、まぁ、ちょっとね、もうシンセワンはもうちょっと、勘弁してくださいっていう感じですね。まあただまあそういう音作りであったりとか、あとですね、まあこれでもロジック使ってると多分あんまり多くないと思うんですけど、このね、10.4 とか多分最近入ってきたやつだと思うんですけど、こういうなんかステップシーケンサーというか、なんかこのエフェクターですよね、こうこれが結構今回いいなと思って、例えばこのピアノのところとかも、これ切るとやっぱその大したことないですね。Like the wind, we be wild and free. これちょっとやっぱつまらないんですよね。ちょっとなんかこう、水の中みたいな、ちょっとなんかおしゃれな感じになったりする。もうこんなんがすごい簡単にできたので、あ、これ結構いいじゃんっていうので、まあ今後も多分使えるなっていう感じですね。まああとはもう本当、こういうチャンネル、まあこれはもうロジックの、もともとついてる。EQ なんですけど、まあこの辺でこのプリセットでいじっていて音を、合わせていったっ
ていうところぐらいですね、本当もう、うん、あとはもう本当何にも、あとね、まあこれもそうですね、これもまあ元々入ってるロジックの、まあアンプですよね。これもまあまあ、そこそこ使えるので、うん、いいなっていうので、これは、多分フィンガー、なんていうんですかね、このフィンガークリップっていうんですか、この、うん、それなんですけど、それが結構ね、なんか、ガッツが出る感じなんで。まあ、これも標準の、標準のコンプレッサーと標準のアンプっていうところで、まあ、標準の EQ っていう。結構なんか、うん、最近なんかまた、もともとついてる、エフェクターとか、まあ、この辺当然ね、やっぱ、まあ、落ちることが一切ないのと、まあ、あと軽いっていうのがあるんで、結構、使う、ようになってきたかなっていうところですね。なんでまあまあ、いろいろ試してもらえれば、持ってる人は、面白いかなと思いますね。あと、ボーカルも、これウェーブスの、ボーカルライダー、ボーカルライダーじゃないか。これなんていうんだろうな。あ、この CLA のボーカル、これも、結構時短プラグインというか、ボーカルが一気にこうグッと前に出てくるっていう、感じなので、こんな感じで、そうですね。なんでこういうもう時短のプラグインっていうのはもうどんどん使っていったらいいかなと思ってます。で、あとはもうこの辺のオゾンは、最後にかけるっていうところと、まあこれはちょっとあまり、僕は意味がわからなかったんで、とりあえず、まあ、使うだけ使ってみようっていう感じでやってましたけど、そうですね。で、もう、オゾンとかも、これ入れてると、ちょっと、かなり遅延が出るんで、今切ってるんですけど、切って、まあ、リミッターを入れてるっていうところなんですけど、そうですね。で、オゾンは、もう、ストリーミングの、アシスタントのこの、ストリーミングをやったら、まあ今回ちょっと いい感じになったので、まあもう、細かいパラメータ分もよくわからないんで、もう完全お任せです。で、あとね、これ今回ちょうど使えるかなと思って買ったんですけど、これがねちょっといまいち使い方がうまくいかなかったんで、今回外し結局かけてないですね。うん、まあもう本当今回はもうエフェクター頼りですね。なのでまあまあちょっとしんどかったかなというところですけど、まあいろいろ得るものもあったかなというので、あとちゃんとシンセワンと本当の、なんていうんですかね、このボーカルステムですね。で、全部曲構成してますよということをの証明動画という形になりましたので、まあちょっと最後、オゾン入れて、最後1曲流してみますかね。はい、ということで、最後聴いてそのまま、終わりにします。ありがとうございました。Without you, I
feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free.